ナッチ、そして最後は逆サイド1人余ってました。 FC 東京、そうですね、塚川のとこ潰しに行ったんですけど潰せなくて、今度にスペース使われて運ばれて間に入ってきたところからまた逆サイドですね、逆サイドバックのバングナカンデが攻撃でした。東京少しルーズボール拾われたところからではありましたけど、ここからですね、このまま3対0、東京今エチンバンがつきます。ワンタッチ阿部、バングーナガンデが来た、レアンドロがスーッと中に入ってくる、マイナスでレアンドロがいた、斜めに入れた高橋秀人カット、さてクレーベ、バングーナガンデがタフにタフにタフにつく、バングーナガンデを使う、速いクロスマイナス、拾ってディエゴ・オリベイラ、バングーナガンデ折り返し、速いボールこぼれて小川、ね、あと失い方がまずいっていうのは当然ありますよね、はい、もうバングーナガンデが奪います、左に流れています、背後に出てきたバングーナガンデ、受けてきましたバングーナガンデ、折り返しディエゴ・リベラの後ろレアンドロ、やっぱり東京のチームスタイルとしてそんなにボールは握ること、おお、このまま深いところまでえぐって入れてきました、エディク、体を入れて、また下、狙ってきたバングーナガンデ、門の中に入っていって、そのファーサイド、詰めている、決定機、センターにディエゴ・オリベイラ、渡辺、大外、逆サイド、バングーナガンデがシュー、0対2、東京。バングーナガンデマイナスの位置で受けました、レアンドロ、レアンドロコントロールショット、東はすぐに左サイドのバングーナガンデカシーフに、塚川も中に入っていく、早いタイミングで入ってきてニアでヘッド、いつも通り全てを出し切ってプレーしよう、粘り強く戦おうという、そういう話です。まあ、カシーフすぐにクロスを入れる、ファーサイドへ流れていって、こシュートは来た、うお、反応しました、バングーナガンデカシーフ、バングーナガンデ、そしてデゴ・リベイラ、バングーナガンデ巻いていく、面白い、直接向かっていきましたが、高福岡白井クロスブロックしましたって言いましたが、ここはバングーナガンデカシーフアンダーラップしていきます、バングーナガンデカシーフ、山田風紀が行きます、左利き同士また抜きを狙いました、ただ武田がすぐにサポートに入りますが、バングーナガンデカシーフ前が空いていますが、ここはクロスを選択、